ゼロフェステレビミュージックゲーム、はい、よいしょ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ミュージックゲーム第4回目になりました。はい、毎回見てる人は分かると思いますけども、うん、どうでしょう、これ人増えてるんですよね。おお、確かに人が、確かに、はい、いつもはここだけなんですけど、うん、じゃあ、うん、誰が増えたのかと言いますと、うん、はい、こちらの方々です。おー、はい、おー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 、ご紹介されて、まあ、僕から、はい、じゃあ、てるてる坊やの浅岡です。おーおーおー、なにこれ、どうして、はい、続いて、てるてる坊やの川内です。よろしくお願いします。おーそして、オリバーとブルドッグをやってます、古川慎と申します。あ、はい、そして、はい、で、まあ、なんでこの6人でやってようかなと思って、はい、あれですけど、うん、僕たち、ゼロフェスの、うん、内容を、はいはい、全く説明しないですよね。嘘をつけー、嘘をつけこんなに必死に3回もやってきたのにいや、もう一回も何をやってないなんて、そんなことねえだろ。いろいろやったよ。僕たち食い物しか押してないんですよ。そんなことないの。いや、もう振り返ってみてください。じゃあちょっとこの辺にワイプで振り返ってみようよ。ちょっとごめん、お前のその体操の音がね、違った違った昭和初期だよ。おわん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 、アクション大魔王か。おおはい、いいよ。まあ食べ物の宣伝と、うん、まあラジオが本編を紹介をしてなかったので、うん、ああ、そっかそっか、はいはいはい、今回はそこをなんかちょこっとだけ、ちょこっとなのここまで来てあと2回しかないのに、はい、ちょこっとちょこっとだけ、うん、分かったちょこっとだけちょこっとだけ、はい、全部で4ステージ、うん、あ、前回は前回までは3ステージだったんだけど、1個増えてね、4ステージで今回は、はい、で新しく、うん、その4ステージの中の1つ、うん、アコースティック専門のステージそういうのを作りまして、はい、そのアコースティックの方々を今日は方々を随分よそよそしいじゃん方々お呼びになりまして、お呼びになりましてお前の日本語おかしいだろお前で、まあ各ステージの紹介と、ああそのステージのなんかアピールポイントみたいなのを、はい、超あのね、あ、俺たちも、はい、ああ私もしようかなと思って、はいはいはい、じゃあ各ステージ紹介しようかなと、はいはいはい、そしたらじゃあじゃあまさしか、まさしか、俺から、今回、まあ普段スタジオ A スタジオと呼ばれる、一番小さい、ステージをまさしと一緒にね、やらせていただきます、ブルドックスです、よろしくお願いします。はい、はい、ブルドッグ社長、お祝いをさせていただくんですけど、まあ、A スタジオ、まあ、お前もだよな、ほんとだね、ステージ名よ、ステージ名だ、そうだね、ステージ名で、まあ、今回、まあ、いろいろ考えて、ジャングルステージなんで、なんで、なんでちょっとね、まあ、言ったらスタジオだけど、なんか普通のスタジオの感じじゃなくて、ちょっと野生的な感じ、そういうバンドが揃ってるってこと？そうそうそう、言ったらね、そんな、そんなことねえよまあ一番ね、小さい、まあ、A スタジオ、そのジャングルステージの見どころとしては、うん、どこのステージも一番小さい、うん、まあね、すごいからね、仕切ってるマサシが一番小さいからねそんなことないですよ、もう3ミリぐらいだもんね今さ、カメラで寄ってるけど、はい、寄っててでかく見えるけど、ほんと3ミリぐらいだもんね、ジャングルステージね、何がしたかったの何も考えなかった、ね、まあそんな感じで一番小さいステージなんで、本当言ったらキャパ20人ぐらいのとこなんで、ね、そんな近いところでライブ見たことないでしょみんなっていうぐらいの接近戦でいこうかなと思ってるんで、ぜひ、ぐじゃぐじゃした感じで、ライブを楽しみたい人は、ジャングルステージに来てください、よろしくお願いします。
そしてじゃあ A スタジオだったかな、 B スタジオ、うん、はい、B スタジオ、はい、これは今年初めてのアコースティックステージですよ。はい、普段のそうですね、アコースティックって普段路上とかまあライブハウスもやるんですけども、それをね、路上もライブハウスも全部このアコースティックステージを作って、おう、ね、アコースティックな一日を、おう、あなたと一緒に、おう、エンジョイしたいと、おう、ね、おう、ね、よろしく。こっちはないのか。すげえ見切り発車だったな今。まあね、あれ、あれアコースティック、もうアコースティックを見れるのは B スタジオだけ、もうそれだけだよ。そうだね、4ステージの中で、アコースティックはもう B スタジオでしか見れないから。確かにね、押すね。でも、うん、だから要はさ、あれだよね、なんかこうエレキサウンドでさちょっと疲れちゃったりしたらね、あーそうだね、とりあえずまあアコースティックステージ行けばね、そうですね、なんかとりあえず寝ててもいいんだけど、寝ないっすよ。まあね、ゆったりと消えるね。そう、感動と涙と笑いが、笑いはちょっと不安があるぞ、今の喋りの中では。あとはあれだろ、こうなんかあれか、なんか他のステージとちょっと違う。そうですね、ステージが他のステージは一組一組さんの10組が全部1回ってあるんですけど、アコースティックステージの場合はね、一組が1回2回とかなんか2回ずつ出るんですよ。おだから1回見逃した人も見れるの。なんでお前が。うまいな、そういうことやね。そうなんですね。お得ですよ。最悪、1回までは見逃してパスできる。まあそんなコスティックステージ、はいね、はい、しかもだって2回とも別々の感じでライブがある感じなのか。そう、同じ、いや、イメージです。違うだろ、はい、だからなんか2種類だな、2つの顔かな。アコースティックステージ。そうですね、まあそんなアコースティックステージ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、Cスタジオを、はい、今回僕がサンドランカーが担当させていただきます。ギャラクシーステージっていう名前で、うん、銀河ですから、前回とね、そう、前回と一緒で、銀河をテーマに今日やんの。そう、今回は銀河をテーマにもっと充実に再現をできたらいいなと思って。充実じゃない、忠実だろ。前回のさ、放送時もちょっとケンちゃんさ、もう間違えるとかあるから。そのまあ普段の普通のスタジオのままでやるんじゃなくて、その照明とか、まあなんかこういう模様替えとかもやって、なんかキラキラした感じというか、なんか宇宙をね、宇宙を再現するような、もう綺麗な感じのステージにしようかなと思ってるんで、最終的にギャラクシーステージ綺麗だったって言わせたいっていう。曲関係なし、バンドとか関係なしで、なんか綺麗だったっていう。そのギャラクシーステージで告白したくなるよ。なるよ。今回何人の高校生がね、ギャラクシーステージで告白すんのか。見どころ。逆にそれが見どころだね。俺。そんなギャラクシーステージ、よろしくお願いします。はい。そしたら最後に、はい。はい、カモさん。やっぱメインはね。今こうバーッとね出てると思うけど、メインステージはまあこんな感じです。他ないですか、他。まあでも他のステージと違ってやっぱ普段ライブハウスとして使ってるところだし、やっぱそのバンドサウンドっていうのを一番こう感じれるところかなと思うね。まあね、やっぱメインですから、まあそうですね、一番キャパも、うん、まあ一番広いと思うんで、まあガーンとね、他のステージに負けないバンドたちも揃えてね、ぜひ見に行くな。全4ステージで頑張っていこうと思います。はい、はい、はい、これからもまだまだミュージックキューブ、そこもかむ。ゼロフェステレビミュージックキューブ、はい、まだまだ続きます。はい、CM です、どうぞ。 CM?